ドリマトーンドリマトーンとは、カワイ楽器製作所が販売していた電子オルガンの商標。その開発のアイデアの原点は、パイプオルガン、シアターオルガンに由来している。電子オルガンは、コンボタイプ、チャーチモデルなど演奏される音楽や用途によって分類されているが、ドリマトーンは、オールマイティな用途に対応する、ホームオルガンというタイプの電子オルガンに該当する。 1978年から1979年にかけて、河合電子オルガンの全機種がモデルチェンジしたことが契機となり、1979年秋にドリマトーンが河合電子オルガンの総称となった。モデルチェンジを果たした時点でのドリマトーンには、演奏会仕様のシアターモデルシリーズ、家庭内ユースを主目的とした家、モア、クラシックモデルなどのシリーズが存在した。 音源は基本的にエレクトーンと同じくトランジスタを使用したものであるが上位機種の音色の調整にはエレクトーンのトーンレバーに対してハモンドウルガンと同じようなドローバーを使用していた。これはデジタル化された後も受け継がれており最終モデルとなった DT シリーズにも装備されていた。鈴木楽器のハモンド XT-100XH-200 と並ぶドローバーを装備した。 国産電子オルガンであった。2016年に全機種の製造を終了した。成分堂振興社間、シンセサイザーと電子楽器のすべてより、ありがとうございます。